浜田高校2点リードで9回裏に突入します。2年生エース和田、勝利まであと3人。秋田商業3番鎌田、カーブを打った、カーブを打った、得意のカーブを打ちました。ノーアウトランナー1塁、反撃開始。続く4番羽川、驚異の粘り、ランナー二塁一塁、同点のランナーが一塁へ出ました。エース和田、この反撃を断ち切れるか。5番佐々木、一塁へ送ります。そして中央ボールがそれた、ランナー一人帰りました。1点差、ここで浜田高校は満塁先を取ります。バッターボックスには秋田商業エース石川。